の話したいことがありまして。あ、そうなんですか。あのちょっと僕の友達の話なんですけどね。はいはいはい。あの僕あの何でも話せる親友がいるんですけど。もうちっちゃい時から知ってるね。ほんとちっちゃい時から知ってる。もう飯誘ったら絶対来てくれますし、ね、あのたまに舐められてるなっていう時もありますけど、まあ結果いいやつだなってやつなんですよね。そ、そうなんだ。そうそう。尻尾とか振って声来るわけ。クリアとかしてる。なんか可愛い。わかるわかるわかる。サイズはどれくらい？何どんなやつ？何の話してる？してる？え、何？違う違う、意味が分からん。え、何？いや、何でも話せる親友がいるって話してる。あ、ごめんなさい、間違えた。何？聞き間違えた。聞き間違えた。僕、あの、何でも話せる親友がいるって聞こえた。何でも話せる親友がいるって聞こえた。すいません。すいません。バカじゃん、そしたら俺。すいません。いやいや、すいませんだ。すいません。すいませんじゃなくて。ちょ、だとしたらよ。いや、俺が話してるのがおかしいなって思わなかった。いや、思わなかったもん。いや、おかしいって思うだろ。いや、こっちまで一緒だったから。なわけないじゃん。いや、本当に嘘つけよ。だっていや、だからちっちゃい頃から知ってて、飯誘ったら絶対来てくれて、たまに舐められてるなっていう時あるけど、いや、一致してたもん。一致してたもん。いや、一致してたもん。ごめんごめんごめん。じゃあ俺ちょっと言い過ぎたわ。まあまあ、俺謝るよ。いや、いいけどな。大丈夫。それはじゃあ、とりあえず俺何でも話せる親友がいるっていう話を。ごめんね、親友がいる。で、その親友の口癖があってね、結婚して家庭を持ちたいって言ってるんですよね。なんか理想があってね、なんだっけ、色が白くて、ちょっと丸くて、芯があって簡単に折れない、これがなんか女性の理想みたいなんですけど。あ、そうなんだ。難しいな。それ歯とか大丈夫？歯とか。あ、ボロボロになってんじゃない？大丈夫？何個くらい、何個くらいいくのかな？いるよ。何個くらいいくの？で、何の話してるの？何？違う違う、そいつ結婚して家庭を持ちたいっつってんの。あ、そうなんだ。申し訳ない。また聞き間違えた。何なの？なんで聞き間違えるの？結構硬い餅食いたいって。ちょ、言うわけないじゃん。ごめんなさい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 。そいつバカじゃん。そしたら。そうなの、そうなの、思ったの。思ったの。思ったのよ。いや、じゃあ途中でおかしいなってことに気づけ。それは思わなかったのよ。なんでよ。いや、途中まで一致してたから。嘘つけよ、本当だって。じゃあ色が白くって、ちょっと丸くって、死んだって簡単に一致してた。一致してんだ俺。悪かった。なあ、俺がそっぽかったんだ。やってねえよそれも。いや、ごめん。じゃあ俺ちょっと否定しすぎたわ。それはごめんよ。ごめんごめん。いや、いいけどね。で、そういうこといつも言ってんだけど、そいつがこの間健康診断で病院行ったんすね。それでびっくりしたんですけどね。はもう俺も行きたいって思った。何言ってんだお前。もう何があったと思う。何聞いてんだお前。何があったと思う。笑うなお前。なんで怒ってんの。何ヘラヘラしてってお前。ヘラヘラしてなんで怒ってんの。人一人死んでんだよ。死んでねえよ。いつ死んだよ今の話で。お前健康診断で病院に行ったんだよ。ごめんなさい、聞き間違えた。ごめんなさい。なんだお前本当に。健康だけど病院って死んだって意味が分かんない。意味が分かんない。健康だけど病院行くなよ。で死ぬなよ。そうなの。なんだその状態お前。なんでお前が怒ってたんだお前。いや、俺、お前も俺も行きたいって言うから。そういう意味で言ってねえよ。俺も行きたいってそういう意味で言ったんやろ。この後の話でそう思うのよ。あ、そうだ。いや、そしたらね、そいつ行ったら、たまたまね、中学の時に好きだった子が看護婦だったっていうんだよ。なんて聞こえた、言ってみよお前。いや、中学の時好きだった子が看護婦だったっていう時間は結構すごくない？聞いてたね。シンプルにええって言ってたんだよ。ごめんごめんごめん。お前話の腰折るな。そのええっていうのが気になるから話したことある。そうそうそう。だからお前なんかちょっとなんかあって引っかかるの聞かすぐ言ってくれていいんだよ。ええって言わなきゃ俺話腰折らないの気持ち。ごめんねごめんね。だからその出会いっていうのがね、結婚してた時はたまたま移動があったのね。結婚してた時かまたま動かったのあるわけねえじゃん。すごい。だって結婚してたかまたま動かった移動してて廊下でその看護婦がその子だったんだよ。看護婦がその子だったの。もういいわ。もう笑われてもいいや。もう笑い物になってもいいやつって思い切って声かけたの。デザイン物になってきゃと思って声かけたの。そしたら意気投合して今度デートに行くことになった。そしたら勢いよく本土で出稼ぎ行くようになったって。お前異常者だよ。お前異常者だ。もうすごいわ。こんだけ聞き間違えるんだったら異常だよ。もうデじゃない。黙ってな。この話もうすぐ終わるから黙ってろ。ただ聞いてろ。いいか。でそれでそいつ嬉しくなっちゃって、で病院ではしゃいでたろ。そしたら転んで足の骨折れて、でこいつ健康診断で病院行ったのに骨折して入院しちゃったっていう話なんですよ。おお、面白いじゃん。もう面白くねえよ。もう面白くない。お前
すごい甘くて美味しいアイスだよね、あれ。そのハーゲンダッツって言ってないよ。腹立つって言ったら、ハーゲンダッツって言うかね、私今。それで買いに行くかね、あなた。何個と思っちゃった。なんでそこ思うよ。もうずっとムカつくわ、お前。なんでなんでじゃない、もうこれ一生も意味が分かんねえ。どういうつもりでお前来てんの。これに関しては言わせてもらうよ。なんだよお前。お前が明日の舞台、おう、だから清掃員で来いって言ったから。清掃で来いっつったんだよ。めっちゃめちゃだよお前よ。